シーズン、まあ、最初の大きい大会で、まあ、金谷の選手、金谷勢も、みんな活躍できているので、まあ、いい滑り出したと思います。このままこの調子でどんどん突き進んでいきたいと思います。ありがとうございました。実感はあまりないんですけど、まあ、それを、まあ、取ったことによっての、まあ、意識をこうどんどん変えていって、リオだけじゃなくて、まあ、日本の競輪も、まあ、両立して頑張ることを大事に、まあ、これから精一杯頑張っていこうと思っています。さあスタートしました。1日に6日設定です。外側の部屋から前3を1回目は全く動いたが飛び込んだ。そして点差を後ろには積極的に安本選手が入っていくような形になって、さあ点差離脱へ上がっていくのは3回戦のポイントで平らな攻撃が接近的に立ててくる。そしてその後ろからもさらに上がってくる形で脱出する。まもなくフィニッシュに向かってくるところ、最後はこの3人での勝負に鍵が、最後は山下の思いで余裕を持って入っていたのは渡辺さん。前半100のスプリット5秒2で来た。さあ後半どうだ。時計回ってきて10秒08さん、大会中の更新となった10秒08さんの時計が出ています。 Thank you.
3コーナー向かっていくところ、渡辺和成が後方から3コーナーから4コーナーへと向かっていくところ、川端智之先行のまま変わらず、さあどうだ、そのままのダブルオフプローで残ったか、川端智之、川端智之が先行、このまま行けばストレートというところですが、渡辺和成が後方から4コーナーから得点に入っていくところ、さあどうだ、このまま粘れるか、このまま粘れるか、最後の得1回戦が川端智之、2回戦が渡辺和成がそれぞれ1本。さあ渡辺和成が先行の状況から後方川端智之、バックストレッチ、3コーナーに行くところ並びかけるがまだ渡辺和成が先行の状況に上がっている。4コーナーから得点に入っていくところ、渡辺和成が先行の状況です。それが正直1本目も取れたレースだと思うので甘さが出たと思いますし、まあ、それ以上に川端選手はしっかりと日本代表の意地があったと思うので、まあ、2人ですごくいいレースができたと思います。特別なことはしてこなかったんですけども、地元という追い風があったと思います。去年1年間なかなか自分がやってきたことが形にならなかったんですけども、ようやくここに来ていい状態になってきたので、まあ、これからも突っ走っていきたいと思います。